岡山大学の卒業式が岡山市北区で開かれました。コロナ禍での学生生活を余儀なくされた卒業生たち、今日は保護者の出席も認められ、感染対策を緩和しての開催となりました。この4年間、そして将来について語ってもらいました。ジップアリーナ岡山で開かれた岡山大学の卒業式です。学部生と大学院生合わせて3150人が出席し、卒業生の代表者に牧野学長から学位旗が手渡されました。岡山大学で学んだ私たちは、それぞれの環境下で今日できることを積み重ね、強みを発揮することでそれぞれの明日を切り開いてまいります。今年は会場でのマスクの着用が任意となり、保護者も出席しての卒業式となりました。はい、チーズ。オッケー。さすが、ありがとう。いや、いい4年間だったなって思います。卒業できるかギリギリだったので卒業できてよかったです。そうですね、嬉しいですね。今日みんなと素顔で写真撮れて、はい、やっぱりコロナが大きいですかね。なんか今日式の中でも何回かありましたけど、大学2年生になったタイミングで直撃したので、その後の大学生活に結構影響を及ぼしたかなってところは印象が一番大きかったですかね。春からは岡山大学の大学院にそのまま進学する予定です。将来そのどういう仕事に就きたいかとかっていう希望がまだないので、それをしっかりこの2年間で見つけていけたらいいかなと思っています。4月からは神戸の方で医者として働き、患者さんのことしっかり見える、はい、お医者さんに、そうですね、なりたいと思っています。卒業生たちは希望を胸に学び屋を後にしました。